ハンス・ランダ大佐は2009年のクエンティン・タランティーノ監督の映画イングロリアス・バスターズに登場する架空の人物で同作品の重要な悪役のナチス・ドイツの親衛大将校であるクリストフ・バレッツが演じたハンス・ランダは残忍で冷酷な性格に知性を兼ね揃えた人物で観察眼や洞察力、推理力に優れており フランスに隠れるユダヤ人を発見する能力が長けていることからユダヤハンターと呼ばれている。フランスでは落農家の家にかくまわれていた諸者なの家族を発見して殺害した。マルチリンガルで母国語であるドイツ語のほか、熟練度にばらつきはあるものの作中では英語、フランス語、イタリア語を流暢に操った。微笑みを浮かべ、 ユーモアを交えた友好的な態度や物腰で人に接するが、その実、有無を言わせぬ、威圧感がある。国家社会主義ドイツ労働者等の親衛隊、大佐である。また左袖に SD フィジャンを着用していることから、国家保安本部の所属とわかる。宣伝賞、ゲッペルスの信頼も厚く、彼の映画のプレミア上映会の警備を任されていた。多くの功績にもか,かわらず、 ランダーは、ナチスのイデオロギーに盲従しておらず、野心家で、映画終盤で、チャンスが回ってくると、抜け目なく、自身の優位性を保ちつつ、連合国側に寝返り、バスターズによるヒトラーやゲッペルスの暗殺に協力した。しかし最後には、米軍上層部の命令を無視したバスターズ隊長、アルドレイン中尉により額にハーケンクロイツを、ナイフで刻みつけられた。クエンティン・パランティーノは、 自分が今までに描いた中で最高のキャラクターかもしれないと述べた。タランティーノはもともとハンス役にはレオナルド・ディカプリオを希望していたが、後にドイツ人の俳優に演じさせると決め、そして最終的にオーストリア出身のクリストフ・バルツに決まった。ランダを演じたクリストフ・バルツは2009年のカンヌ国際映画祭で男優賞を受賞した。 2010年1月にはゴールデングローブ賞助演男優賞と全米映画俳優組合賞助演男優賞を受賞した。2月2日には第82回アカデミー賞助演男優賞にノミネートされ3月7日に受賞した。他に2月21日に行われた英国アカデミー賞助演男優賞を受賞した。ハンスランダは いくつかのフィクション作品の人物と比較された。波外れた狡猾さとヨーロッパ的感覚はジェームズ・ボンド映画の悪者と比較された。また、ランダがユダヤ人や裏切り者を探す洞察力、推理力はシャーロック・ホームズ、周囲の頭の悪い人間を見下す態度はダイ・ハードのハンス・グルーバーと比べられた。クリストフ・バルツは ランダ大佐は善悪を超えたポストモダン的な悪役だね、と評した。ありがとうございます。